はい、こんにちは、コネクトの高木です。コネクトは北欧を中心としたインテリアをインターネットや実店舗で販売しております。このチャンネルではインターネットを通じて、お寄せいただく質問にお答えしながらインテリアのワンポイントアドバイスをしていきます。これから新築やリノベーションを検討されている方は、いや、まあ、インテリアに興味ある方はぜひ、チャンネル登録お願いします。はい、ということで、今日はですね、照明の基礎講座ということで、照明、まあ、特にランプですね、ランプの、特性として色温度があるということと、炎色性というお話を今日はしていきたいと思います。色温度と炎色性ってもう、まあ、そもそももう聞き慣れない言葉なので、なんかもう眠たくなっちゃう感じだと思うんですけれども、単純にですね、色温度っていうものは光に色があるっていうお話です。で、炎色性っていうのは、色の再現力ですね。まあ、いろんなものをこう色がありますよね。まあ、白い、例えば白色って どういうふうな、光を当てるとよりこう白っぽく見えるかみたいなこととか、あと中間の色とかがどういうふうにこう表現されているかっていうことを示すものが炎色性っていう言葉になります。ではその色温度からまず解説していきたいと思います。で、まあ、色温度ってじゃあそもそもこの解説の前にですね、色温度って なぜ必要になってくるかっていうとですね、例えばまあ、最近だったらもう LED を使われる方が非常に増えているので、まあ、しょっちゅうしょっちゅう電球が切れてランプを交換しに行くっていうことは、まあ少ないと思うんですけれども、まあ、それでもこれからまあ LED に変えようとか、そういったことを考えた時に、あとまあ器具の選び方もそうですね、そういうことを考えた時にそのランプだったりその照明器具がどういう色を発するのかっていう、まあ、一つの指標になります。なのでまあその色温度を示す単位っていうものがケルビンと、まあ、単純に K って書くんですけどね、 K って書いてケルビンというふうに呼びます。そのケルビンの値がですね、こう低いものに関してはよりオレンジ色の光になっていくと思って考えてください。電球色というオレンジ色の光はだいたい2700ケルビンというふうに言われます。逆に事務所とか作業するところですね、真っ白い光のものは5000ケルビンだったりします。で、これ住宅の、まあ、照明をこうプランしていくときに非常に結構重要なポイントになってくるのは、住宅の中でも作業する面とリラックスしたい場面って、まあ、ありますよね。まあ、リビングはどちらかというとリラックスしたい、例えばあとキッチンとか、洗面とか、そういった場所って割とこう細かな作業を要するところだったりしますよね。まあ、そういう場所はより作業効率が高くなるような光を選んであげた方がいいので、ケルビン数が高い方を選ぶことが多くなってきます。で、逆にリビングとか、まあ、ダイニングも一つなんですかね、まあ、食事をする場面でありながら、リラックスしたいですよね。で、そういう場所はできるだけ暖かい色温度が低い、電球を選んであげた方が、よりリラックス効果が生まれやすいので、まあ、そういった部分を気をつけてチョイスしてもらえたら良いかなと思います。で、これ実はケルビンのこの色温度っていうのは太陽の光の位置をなんとなくイメージしていただくとよくわかると思います。太陽が高い位置にある時ってで光がこう真っ白い光が降り注いでますよね。で、そういう場合は割と人間がこう活発に動こうとしようとする、傾向になります。心理的な作用が働くんですね。で、逆に色温度が低い、状態ですね、光は太陽の位置で考えると夕日をイメージすることができると思うんですけど、夕日をイメージしたところを考えるとリラックスしたなんとなく雰囲気になりますよね。夕日がこう沈んでるところでめっちゃ作業しようぜってあんまりならないと思うんです。
なので、まあ、そういった部分もちょっとこう頭の片隅に入れていただきながら、まあ、色それを、まあ、色温度という言葉で変換して、まあ、色温度の低いものと高いものがあるんだなっていうことをイメージしていただいて、まあ、それを住宅の中にうまく組み込んでいただければと思います。でもう一つ炎色性という言葉があります。でこれ何かというと色の再現力、その一つの指標になるものです。これはパナソニックの LED 電球プレミア X って、もう最新の LED 電球ですね。全部の LED 電球に書いてる、まあ書いてるとはちょっと言えないんですけれども、書いてないものもあります。なんですけど、まあ、例えばこのパナソニックの電球とかだと炎色性 RA の90っていう風に表記があるので、 RA が100に近くなればなるほど炎色性が高い、要は色の再現力が非常に高いよと呼ばれるものです。でちなみに一般的な LED は RA の83とか、まあ、大体これがもうどちらかというと一般的です。なので、食事のするシーンだったり、ちょっとより色を鮮やかに見せていきたいなっていうところは、この炎色性も気をつけてチョイスしていただければ良いかなと思います。で、じゃあ RA の炎色性が一番高いものって何ってなると、実は白熱灯ですね。皆さんがこう昔から使っていただいている電球、白熱灯が実は RA の100という数値を持っております。なのでコネクトでご照明をプランさせていただくときに、まあ、省エネっていうものはまあ今非常に重要なので、省エネのことを考えると LED の電球をおすすめすることが非常にやっぱり今も増えてるんですけれども、よりこうリラックスしたり、まあ、食事のシーンを楽しみたいっていう方は白熱灯をおすすめしたりする場合もあります。なのでうまく作業する面だったり、まあ、省エネのことだったり、よりリラックスした、まあ、その空間を楽しみたいっていう方はこう使い分けを、まあ、考えていただければ良いかなというふうに思っております。まあ、炎色性はちょっとこう光のことを言い出すとかなり難しくなっていくので、そういう数値があるんだなっていうことをまずは知っていただければ良いかなと思います。まあ、今日は色温度と炎色性、ちょっと2つ説明をさせていただいたんですけども、まあ、そういう数値があるの、電球にもそういう数値があるんだなっていうことをちょっと理解していただきながら、住宅、まあ、器具の選び方だったり住宅の照明計画に活かしていただければいいかなと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。